綱取り挑戦の平成26年1月2月場所、白石島後楽園の2人の大関、中日を迎えるところで2勝2敗と早くも崖っぷちです。牛乳パックで神相撲実況中継、平成26年1月2月場所は中日5日目を迎えます。実況担当私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。中日はご覧のような取り組み組まれております。大関白石島は伏子親分と、後楽園は江戸緑との取り組み、横綱桐ダンサーはここまで4連勝となっておりますが、今日は備前焼との対戦が組まれています。まずは十両の取り組みです。牛乳パックで神相撲、平成26年1月2月場所、これより中日5日目十両の取り組みであります。備中神楽に清水お化け、東方備中神楽、東十両4枚目岡山県出身ほぼピンベア、西方清水お化け、西十両2枚目清水町出身清水町ベア、これより十両の取り組みであります。十両の相撲が始まります。左は備中神楽2連勝右は清水お化け2連勝という2連勝同士の一番です。両者返り十両、勝った方が勝ち越しという一番になります。十両最初の一番、引き技があるか備中神楽、清水お化けは浴びせが得意、制限時間いっぱいです。よしみやって、今日は殴れ、ぶつかりました、はたいた、はたき込み、備中神楽の勝ち。ただいまの決まり手ははたき込み、はたき込んで備中神楽の勝ち。備中神楽勝ち越しで、勝ち越しです。解説みぼうさん、まあそうですね、まあ、冷静に引いていったというような状態になりまして、まあ、清水お化けがちょっと浴びせ、確かにこの相手には聞きづらいですね。備中神楽勝ちました。3連勝となっています。勝ち越しです。敗れて清水お化け2勝1敗です。おーやっちゃん、東方御殿場富士、東十両2枚目、静岡県出身アンビックベア、西方大家ちゃん、西十両4枚目、札幌出身札幌ベア、土俵上左は御殿場富士1勝1敗、右大家ちゃん2連敗という状況です。大家ちゃん新十両ですが後がありません。御殿場富士は1勝1敗です。引き技があるか御殿場富士、大家ちゃんは前に出たいところです。制限時間いっぱい、やっていきゃいな、ぶつかりました、はたいていったかどうか、際どい相撲だ。御殿場富士に軍配です。物言い、物言いです。勝負審判元横綱タッグ、ただいまの競技についてご説明いたします。行司軍配は大家ちゃんに上がりましたが、胴体ではないかということで物言いがつきましたが、御殿場富士の手が先についており、大家ちゃん残っておりましたので、軍配通り大家ちゃんの勝ちといたします。大家ちゃん、ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として大家ちゃんの勝ち。際どい相撲でしたね。際どかったんですけど、なんとか大家ちゃんが身を翻してこうなんとか耐えたっていうところでしたね。そうですね、御殿場富士はなんとか浴びせ倒したかったところでありました。ちょっと長いからね。勝ったのは大家ちゃん、初日が出ました1勝2敗です。敗れて御殿場富士1勝2敗と変わっています。創生側に撮影金メルカップ、東方創生側、西十両3枚目札幌出身札幌ベア、
西方薩摩駅メルカッパ西十両筆頭札幌市出身拓部屋十両最後の一番であります。左創生側1勝1敗右薩摩駅メルカッパ2連勝であります。創生側は浴びせていけるか。薩摩駅メルカッパも浴びせの相撲です。メルカッパは勝てば勝ち越し。十両最後の一番制限時間いっぱいです。ぶつかりました。突っ張り合い浴びせていくのは創生側だ。創生側が浴びせていきます。これを引いていきたいのはメルカッパですが右の喉は入っています。メルカッパが押し込んでいけるか。浴びせるのは創生側。創生側の形ではあります。くるっと回って出し投げ打っていくのはメルカッパ。しかし回しがしっかりつかめない。創生側がもう一度浴びせに行きます。なんとか残すのはメルカッパです。押し込んでいきたい創生側。左の回しを取ればメルカッパの体勢ですが浴びせていくのは創生側。創生側がもう一度浴びせる。残していくのはメルカッパ。もう一度浴びせる。引いていく。上手投げ、撮影機メルカッパの勝ち。ただいまの決まり手は上手投げ。上手投げで撮影機メルカッパの勝ち。最後左の回しが入りました。上手投げ。ここはキャリアというところなんでしょうかね。よく耐えましたね。創生側がまあ浴びせていったんですけれども、まあ、メルカッパがよく耐えたというところキャリアの差が出ましたね。勝ったのは撮影機メルカッパ3連勝で勝ち越しを決めて来場所返り入幕となりそうです。ベテラン頑張っています。敗れて創生側新十両こちらは1勝2敗となっています。牛乳パックで上相撲実況中継平成26年1月2月場所は中日5日目を迎えていますが十両ここまで3連勝が薩摩駅メルカッパと備中神楽2人が3連勝という優勝戦線です。さあ中日5日目三役力士の土俵入りです。皆さんぜひタイムライン上よいしょの掛け声をお願いします。東方より三役力士土俵入りであります。東方三役土俵入り。先導は小結び清水ロケット清水町出身清水町部屋清水ロケット3勝1敗新三役で3連勝中。今日は平幕ティコツーミとの取り組みが組まれています。楽しみです。関脇与一山与一町出身大久海部屋与一山こちらも新三役2勝2敗できました。後楽園に勝った4日目です。今日も大関戦千歳ソードマン戦です。大関清水館清水町出身清水町部屋2連敗と心配なスタートでしたが2連勝で2勝2敗今日は飛騨高緑山との取り組みです。大関白石島岡山県出身春日部部屋さあ綱取りへ早くも後がなくなりました白石島今日は関脇伏子親分との取り組みです。大関江戸みどり東京都出身ほぼピン部屋角番江戸みどりも苦しい2勝2敗という状況。さあ今日は大関決戦後楽園との大一番。さあでは皆さん、タイムライン上で一緒に優勝の掛け声お願いします。いきますよ、せーのよいしょ。ご一緒にどうぞ。よいしょからのどっこいせごなら、頑張るんですけどね、頑張るんですけどね。東野さん役土俵入りでした。変わって西方三役土俵入り。先導は小結び高尾さん東京都出身春日部部屋初日からの4連敗新三役洗礼を浴びています。今日は高畑不動明四季神津暗記にとの取り組みです。関脇伏子親分札幌出身みのり部屋3勝1敗という状況です。さあ今日は大関戦白石島との取り組みです。大関千歳ソードマン千歳市出身千歳部屋1勝3敗大関復帰の場所ちょっと気になる状況の相撲が続いています。なんとか立て直せるか。今日は与一山との取り組みです。最後は大関後楽園岡山県出身春日部部屋まさかの2連敗で2勝2敗極めて厳しい綱取りへの道今日は大関戦江戸みどりとの決戦です。さ
ではまた皆さん一緒によいしょの掛け声お願いします。いきますよ、せーの、よいしょ、よいしょからのどっこいせーなら後楽園遊園地で僕と握手。牛子屋分と握手しましたねさあ、綱取りへの道は非常に険しい、そんなような状況が、続いています。今場所、焼きみりもさんからもリラックス、白石島リラックスというコメントです。せめてメンタル的な部分でちょっとね余裕を持ちたいところですよね。そうですよね。さあ、今日の中入りなんですけれども、プレイバックということで、過去の1月2月場所の取り組みを振り返って、おります。激闘1月2月場所プレイバック、今日は今場所のこれラストですね、平成25年ですからちょうど1年前を振り返りたいというふうに思います。まあ1年前とはいえなんだかもうずいぶん前のようにも思えるわけでありますが、ここで名勝負集の、VTR がございます。こちらを皆さんにご覧いただきましょう。平成25年1月2月場所の名勝負集でございます。ワンパクが一気に前に行けるかどうか残しています。右の喉をよくこらえました。ワンパクです。右の喉をワンパク、さあどうする。備前焼き回しは溶けています。もう一回備前焼きは立て直していきたいところです。ワンパクは右の喉は今度浴びせる体勢であります。長い相撲になった大相撲だ。ワンパクが右の喉は足もかけていこうかという体勢です。備前焼きは動けません。両者土俵中央動きません。長い相撲になります。大相撲になりました。ワンパクはここからどうするか。備前焼きはさあここから投げを持っていけるのかどうか。すくい投げもあるぞ。ワンパクが右のと潜り込んでいきます。ワンパクです。ワンパクは潜り込んでいきます。組をご覧いただいております。大相撲になっています。大好きワンパク、大相撲でしたよね。備前焼きは回しを取れません。そうですね。ワンパクが潜り込んで回しを譲らないという体勢であります。備前焼きがさ押し込まれています。ワンパクが今度は右の側で前に出る。ワンパクが押し込んでいく。ワンパクが押し込んでいきます。思えば大相撲です。ワンパクが押し込んでいく。今度は引きつけました。ワンパクが今度は長い相撲がやや増えてきたかな。そうですね、もうややこう両者の実力が拮抗しているような状態っていうのもありますね。中に潜ったり出たりという体勢が続いています。土俵中央でくるっと2人とも頑張るっていうところがね、そうですね、見てて面白いところではあるんですね。土俵際に追い込まれると苦しい状況になります。ワンパクが潜り込んで右の喉は今度はくるっと体を入れ替えるのは備前焼きが打っちゃっていった。打っちゃっていった。ワンパク浴びせる。右が左で左からの投げも打っていくが押し込んでいく。寄っていったが土俵際どっちよ際どい相撲も多かった。ちょうど1年前の戦いです。これが初日ですから、この後もどんどん大相撲が続いていくわけではワンパクの後ろ足は残っており、軍配通りワンパクの勝ちであります。綱取り注目の2日目、制限時間いっぱい。両親やって強引のぶれぶつかる。抑えた千歳マン。抑えた。浴びせていくな、キリダンサー。抑えているな、千歳マン。投げ打っていくな、千歳マンであります。キリダンサーが抑え込まれている。徐々に押し込むのはキリダンサー。浴びせていくか。抑えているな、千歳マンであります。押し込む。土俵際まで追い詰めたのはキリダンサーです。キリダンサー追い詰めていく。引きつけていくな、千歳マン。千歳マンが引きつけていきます。キリダンサーが押せません。千歳マンどうする。押し合いになりました。キリダンサーが左の回しを取ってるかどうか。浴びせていけるか。なんとか抑え込んでいくのは千歳マンですが、土俵際に徐々に徐々に押し込んでいくのはキリダンサー大関であります。
脱ぐ台脱ぐ台脱ぐ台大相撲になりました。キリダンさんはここからどうする？脱ぐ台よい吐き合い吐き合い、いやいや体を入れ替えに行こうというのはチトスマンでありますが、土俵にそれほど余裕がありません。脱ぐ台脱ぐ台、さあ俵に詰まろうかというのはチトスマンであります。脱ぐ台脱ぐ台、体を入れ替えに行きたいチトスマン。キリダンさんはとにかく押し込んでいきたいところです。脱ぐ台、体を徐々に入れ替えていくのはチトスマンです。吐き合い吐き合い、大相撲になりました。脱ぐ台脱ぐ台、キリダンさあ綱取りへ向かって一直線押していきたいところ。脱ぐ台脱ぐ台、大相撲です。両者の動きが止まりました。引きつけていこうかというチトスマンですが動けません。キリダンさんも動けません。ややチトスマンが逆に押し込んでいこうかという体勢です。キリダンさんが押し込まれている。チトスマンが押し込む。大相撲になった。よい発見、チトセマンがさあ前に行く。チトセマン出る。キリダンサーが倒れに詰まる。チトセマン一気に押し込んだ。チトセマン出る。チトセマン出る。チトセマンの勝ち。2日目綱取り、キリダンサー黒星。制限時間いっぱい。よしやって今日脱ぐ台、ぶつかりました。左の回しがちは室前だ。横を取ったのは室前、足をかけるのは東君であります。押し込むのは室前、横を取りました。東君はこの対戦になると苦しい。回り込みに行く東君でありますが、内掛けをかけていく。しかし室前が後ろを取れるか、横を取っています。浴びせました。ここで浴びせて送り倒しか。室前が浴びせていく。残す東君、東君がなんとか残しています。送り倒し、室前の勝ち。よしやって今日脱ぐ台、ぶつかりました。浴びせる対チトセマンがいった。引いていけるか。押し込むチトセマンで上手投げか。ワンパク残した。打っちゃっていく。ワンパクが打っちゃっていく。残せチトセマン。ワンパク倒しの体勢はチトセマンであります。ワンパクも残す。押し込む体勢、押し込みになって際どい。ワンパクに軍配、際どい相撲、ワンパクに軍配です。物言い、物言いが出ます。際どい相撲、勝負審判元横綱タッグ、土俵際の投げ合いになりました。さあ皆さん、では発揮の方いきましょう。制限時間いっぱいであります。せーの、発揮の勝ち。ぶつかった。脱ぐ台脱ぐ台脱ぐ台、立ち浴びせていくところ、首投げ、ぬらきめつ首投げ、残した、ぬるっと残している。エイトフェイス残している。よく残した。さあどうするか、ここでどうするか、ぬらきめつであります。腕にかかってしまったか。エイトプリンスここで粘っていく。エイトプリンスは粘っている。切り替え、足を取ろうというエイトプリンスであります。エイトプリンスが足を取っていく。今度はヌーアツベツが押し込まれている。エイトプリンスが出る。エイトプリンス一気に押し込んだ。エイトプリンスの勝ち。なんといっぱいであります。よしやって今日の腕、ぶつかった。潜り込むのは東くん。東くんが回しを掴んで、今度は押し込む。一気に寄っていく。東くんが寄る。東くんが土俵際追いついました。寄り切り、東くんの勝ち。幕の内通算100勝目を挙げています。全勝守るか白石島。千歳ソードマンは今の相撲の後余力は残っているか。新大関取り直しの一番です。制限時間いっぱい。よしやって今日の腕、ぶつかる。の腕押し込む、ガブリオル、白石島、打っちゃるのはソードマンです。打っちゃるのはソードマン。ソードマンが体を入れ替えました。優勢はソードマンであります。ソードマンが体を入れ替えていく。倒しに行こうというのは白石島という構図です。土俵中央に戻っていこうかという、戻していこうかというのは白石島。ソードマンがちょっと体勢を崩し始めています。押し込むか。またタイがくるっと入れ替わって白石島であります。白石島が右側に見えるようになりました。下がるのはソードマン。ソードマンがこれやや下がっていきます。しかしこれもタイをグイグイと入れ替えながらソードマンですが、押し込んだ白石島。白石島が追い詰めた。白石島が出る。白石島が寄っていった。白石島の勝ち。全勝を守った白石島。全勝の白石島のこの結びの相撲、江戸緑はどう相対するか。
左白石島、右江戸緑、8日目結び、制限時間いっぱいであります。両者見合って強引のぐらいぶつかる、のぐらい押し込む、のぐらい江戸緑が前に出るが、白石島が抑えました。のぐらい土俵中央、やや江戸緑が出るという体勢、押し合いが続いている。江戸緑が押し込む、江戸緑の勝ち。押し込んだ江戸緑。さあ優勝戦線、まずは登場、岡山県出身の白石島、左は室前、北海道伊達出身であります。それでは皆さんでいきましょう。制限時間いっぱいであります。ぶつかる、押し込むのは室前が押す、浴びせていく、白石島残していきたい、引いていけない、押し出し、室前の勝ち。室前が勝ちました。座布団が出るか、座布団です。制限時間いっぱいであります。ぶつかって前に行く清水館、いなしていくのはソードマン、浴びせていくか、左からの外掛け、千歳ソードマンの勝ち。ぶつかった、押し込む、キリダンサー出る、江戸緑が下がっている、キリダンサー出る、打っちゃっていくのは江戸緑、押し込むのはキリダンサー、残した江戸緑、浴びせていってキリダンサー、キリダンサー優勝。横綱へ、キリダンサー決定的な優勝です。せーの、レッツダンス。あってすごい。ありがとうございました。みんなでレッツダンスすごかった今。優勝はキリダンサーでした。おめでとうございます。ちょうど1年前、平成25年1月2月場所でございました。千秋楽は特に埼玉県春日部市での春日部場所という中でお送りした、中継でありました。解説のウィボーズさん、はい、ね、あの非常に我々にとっても思い出深い、そうですね、場所でありましたね、はい。さあ時は流れて平成26年1月2月場所であります。その1年前もキリダンサーが綱取りということで、その前の年も、確かワンパクが綱取り、うん、まあこの場所っていうのは綱取りがかかるということが、まあ不思議と多いんですけれどもね。そうですね、まあただかかってもやっぱりこの横綱は難しいんだなっていうのがありますよね。そして今場所は2人の大関、白石島と後楽園が綱取り、しかし序盤苦しんでいるというところです。ここで横綱審議委員会の方からの、コメントが届いておりますので、はい、コメントというか、状況ですね、はい、が届いていまして、白石島は、まあ、7勝以上であれば、昇進というような方針で今来ています、はい、後楽園については、場所当初では8勝以上の優勝が条件だったんですが、新たな情報としては7勝以上で横綱の昇進を検討するという、ちょっと難化してますね。まあ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 、じゃあまだ、ね、希望はあると。そうですね、まだいうところですね、絶望ではないという、はい、難化しております。明らかにこれ難化しておりますね。そうですね、これまあ検討ですから必ずしもなるとは限らないんですが、まあ、まあ少しは希望望みがあるぞと、まだそうです ね, ところですね、チャンスはあるんだぞと、はい、まあ特に仮に上がらないとしてもまた来場所につながるという、そうですね、ことにもなりますからね、はい、後楽園ですから残りのこの後半戦というのが大事になってくるということになります、うん、まあ白石島はもちろん残り全勝を目指していかなくてはなりません。後楽園ももちろんそうです。そしてエントリー受付しております。どうぞ皆さんね、お送りいただきたいと思います。まあこの牛乳パックで紙相撲のね、面白い点はなんせあの工作が得意だったりデザインが得意という人が横綱になれるとは限らないという、そうですね、ねえ、ですから本当に皆さんあまり工作とか得意じゃないんだよななんていう方も、はい、どうぞお送りいただければと思います。詳しくは公式サイトご覧ください。そして基本ルールです。身長 6.5 センチ、片足の長さ 2.7 センチまでとなっております。
まあ、先ほどもね、新しい力士作る際ぜひ型番もこのガイドブックには載ってます、はい、あと4コマ漫画もありますので、うん、焼きみりもさんが書いてくださっております。ありがとうございます。ありがとうございます。さあではこの後幕の内の取り組みが始まります。ユーストリームのゲーム番組ほぼ6時だよ水ピン集合のコマーシャル音声の後引き続き幕の内の取り組みです。ほぼピン今全米が注目感動の声多数一度聞いたらやめられない。ホボピン最高。ネット対戦がすごい熱いんですよ。水ピンかっこいい。ホボピン最高。司会の人がとっても面白い。イカスデオスさん今日も頭がテカってるぞ。いつ見ても楽しい。対戦できて面白い。グダグダ水ピンほぼ6時台を水ピン集合略してほぼピン毎週金曜夕方6時からユーストリームで絶賛放送中。ほぼピン場所のほぼピン部屋の力士も多く参加していただいております、ぜひ皆さんほぼピン番組の方もご覧ください。毎週金曜日の夕方6時頃からの放送です。さあでは幕の内の取り組みが始まります。牛乳パックで紙相撲平成26年1月2月場所これより中日5日目幕の内の取り組みであります。池田うなぎ犬に江ノ電丸。東方池田うなぎ犬西前頭14枚目、鹿児島県出身鹿児島部屋。西方江ノ電丸西前頭13枚目、神奈川県出身神奈川部屋。これより幕の内の取り組みであります。幕の内の相撲が始まります。引き続き実況私山田大輔そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。さあ幕の内の取り組みです。今場所はフレッシュな顔ぶれもどんどん出てまいりますけれども、左は池田うなぎ犬2勝2敗新入幕、右江ノ電丸も新入幕1勝3敗という状況です。ここまでやはり回の戦いとは違う感じですかね両者。そうですね、まあ頑張ってね、まあ両者ともに前に出ることができれば、まあまあもちろんね自分持ち味生かして、頑張ってほしいなっていうところはありますけれどもね。両者前に出たい。左池田うなぎの右江ノ電丸制限時間いっぱいです。両者見合って今日は野ぶつかりました。野ぶ両者下がりがち。野ぶ野ぶ突っ張り合いではありますが、江ノ電丸も下がっている土俵際になります。しかし押し込んでいった。突っ張っていく。どうか。江ノ電丸に軍配です。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して江ノ電丸の勝ち。立ち合いやや下がり気味だった江ノ電丸、しかし思い直して突っ張っていきました。まあこうやってね体格を生かして突っ張っていけるっていう前に出れるっていうのであれば、まあまあまあもっとね上を目指せると思いますね。江ノ電丸勝って2連勝2勝3敗敗れて池田うなぎ犬2勝3敗です。ヌーアツ別に隅川丸。東方ヌーアツ別東前頭13枚目、札幌市出身タック部屋。西方隅川丸西前頭15枚目、札幌市出身実り部屋。左ヌーアツ別1勝3敗右スミカーマル2勝2敗です。まあこの位置になりますと負け越すと来場所は入れ替え戦にトーナメントに行かなくてはならないという非常に厳しい番付です。
元大関ヌーアツベツもここからが正念場となります。隅川丸は新入幕、ここからが大事です。浴びせ倒せるか、隅川丸ヌーアツベツ突き押しでいけるか、初顔制限時間いっぱいです。よしみやって今日脱ぐだい、ぶつかりました、突っ張り合いです。さあ浴びせる体勢、隅川丸引き技もあるぞ、ヌーアツベツ引いていった引き渡し、ヌーアツベツな勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落としてヌーアツベツの勝ち。解説海坊主さん、これは綺麗に決まったという感じでしょうか。そうですね、隅川丸のまあ得意である浴びせるぞ浴びせるぞと言って下がるところが、なぜか今日はもう相手が前にいない状態で浴びせてしまったというところで、まあ、ヌーアツベツも引きやすかったというところですね。勝ったのはヌーアツベツであります。ヌーアツベツが勝って2勝3敗です。そして隅川丸は敗れました、2勝3敗となっております。今、ちょっと動画の放送が一瞬途切れました、大変失礼いたしました、大丈夫でしょうか。ちょっと海坊さん手出していただけますか。はい、大丈夫ですね。あ、なんか一緒に何か出てきましたけど。もう両手に力士をスタンバってますから。そうですね、ややもしかすると動画の方が、乱れたかもしれません、大変失礼いたしました。タイムライン上ありがとうございます。焼きみりもさん、この間に、ね、お伝えしましょうね、はい、ガイドブックの付録カスタードの大きさにびっくりしております。そうですね、実際皆さんはね、確かに、ね、手に取って見るっていうことがね、はい、なかなか土俵上なので見れないと思うんですけども、こうやって型番とかもダウンロードしていただくと本当にカスタードでかいんですよ。そうですよね。カスタドン、ティコツミあたりが皆様のお手元に届くときっとびっくりされると思います。未完成さん、ありがとうございます。ガイドブック読みましたよと、ありがとうございます。そしてレイワウワウさん、ありがとうございます。ありがとうございます。もうどんどんパフパフと届いてます。ありがとうございます。さあ、では取り組みの方続けてまいりましょう。室前に湘南トカゲ、東方室前、東前頭14枚目、北海道伊達出身伊達部屋、西方湘南トカゲ、西前頭11枚目、神奈川県出身神奈川部屋。ウェルビジンウェルビジン。多くは語らないんですけれども、新人枠の湘南トカゲ2勝2敗です。室前3勝1敗、ベテラン31歳です。先ほどの平成25年の名勝負の中にも、千秋楽あの白石島に勝ったという相撲がありました。押し相撲が室前左側、浴びせていきたい、何が何でも浴びせていきたいのは湘南トカゲです。北海道伊達市出身の室前、相手は神奈川県出身の湘南トカゲとなっていますが、この対戦であります。制限時間いっぱいです。両者見合って今日のぐらいぶつかりました。押し込むの室前、引いていく、はたいていく、しかし押し込むな湘南トカゲ、どうか、出し投げ、最後は出し投げ、室前に軍配です。物言いです。勝負審判もということ、横綱切りのさ早いですよ、まだ確かにちょっと時間押してますけど、もうスタンバってたのはいいですけど、元横綱タックを待ってるんですが、あ、今出ました。何してたんでしょうか。飲みに行ってたんでしょうか。後ろ足、室前の後ろ足だけなんですけどね。若干出てたんですよ、ね。出れた。どいんですよ。若干ピョッピョッと出てた。若干出てたんですよね。かな。若干出てたんですよね。じゃあ、湘南トカゲですか。そうですね。はい。ただいまの競技についてご説明いたします。行司軍配は室前に上がりましたが、室前の後ろ足が先に出ており、軍配差し違いで湘南トカゲの勝ちといたします。湘南トカゲ、ただいまの決まり手は押し出して湘南トカゲの勝ち。最後室前の首投げなのか出し投げなのかというところでしたけれども、すごい状況でしたね。なんかもう引いていったのか投げていったのかっていう、まあ、この湘南トカゲの体だからこうなったっていうこともあるかもしれないですけど、ね、
すごい状態ですよね。ただその投げを打った時に後ろ足がかかとがねピョッと出たんですね。出ていたということですね、かかとが出てしまいました。勝ったのは湘南トカゲ3勝2敗、室前敗れました3勝2敗です。清田のんちゃんに竹里団地絶起、東がたや清田のんちゃん、東前頭11枚目、札幌市出身タクベヤ、西がたや竹里団地絶起、東前頭15枚目、埼玉県出身カスカベベヤ。ただ白熱というそういった相撲でありました。もう最後まで諦めないという姿勢いいですね。でも湘南トカゲの浴びせをああいうかわし方というかいなし方があるんですね。そうなんですね、やはりこれ幕の内のレベルなんですね。さあ左は清田のんちゃん3勝1敗、竹里団地関も3勝1敗と今場所は好調です。引き技もあります。竹里団地関、清田のちゃん浴びせていきたい。制限時間いっぱいです。両者見合って強引の腕ぶつかりました。脱ぐだい脱ぐだい突っ張り合いか、浴びせていくな。清田のんちゃんゆっくりいった。際どくなったが物いいです。これも物いいです。はたいたのは竹里団地関、清田のんちゃんの浴びせはややゆっくりめ。ただいまの競技についてご説明いたします。行司軍配は清田のんちゃんに上がりましたが、胴体と見て取り直しといたします。取り直し手がつくのと竹里大地関の引き技というところですけどね、え体が残ってたかどうかですね。今のはちょっと微妙ですね、完全にね。さあ取り直しです。3勝1敗同士、調子のいい両者だけにという感じでしょうか ね、 白熱です。制限時間いっぱい、両者見合って強引殴り、ぶつかりました。今度は組み合うか、いや距離を取った、はたいた、炊き込み、竹里団地関の勝ち。ただいまの決まり手ははたき込み、はたき込んで竹里団地関の勝ち。今度は引き技決まりました。ちょっと清田のんちゃん距離を取りすぎちゃいましたね、もったいないですね。勝ったのは竹里団地関4勝1敗としています。敗れて清田のんちゃん3勝2敗です。新仙台にエベツマル、東方新仙台、西前頭12枚目、宮城県出身ほぼピンベア、西方エベツマル、西前頭10枚目、エベツ市出身のポロベア。新仙台は初日から白星がありません、4連敗。エベツ丸は2勝2敗です。新仙台が今場所元気がありません。解説見坊さん、何が悪いんでしょうね。いやー稽古を積んでいないわけではないんですけれども、何かやっぱり思うところがあるんでしょうね。ちょっと上に行きたいけれども行けてないっていうところがちょっとね、本人の中でこうあと一歩が踏み出せないっていうところがあるんでしょうね。なんかあれですね、告白みたいですね。そうそう、勇気を振り絞ってもっと行けばいいんですよ。ねえ、はい、レイバーバーさん、さすがよく見てますね、うん、どこまで行ったら死にたいなのか分かりづらい湘南とかげ、さすがですね、はい、ねえ すごい牛乳パックの底が力士になる時代か。そうですね、ねえ、ほんとどんどん時代が進むにつれて皆さんのアイデアもね進化するんですよね、うん。さあ新仙台浴びせていけるか。エベツ丸はくるっと回る相撲です。ベテラン、制限時間いっぱい、よしゃみやっていい、強引殴れ、ぶつかりました。殴れ、さあ引いていくぞエベツ丸、くるっと回りました。殴れ、突っ張っていくな、どう、突き倒しです。エベツ丸に軍配残っていました。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒してエベツ丸の勝ち。新仙台はあと一歩押し込めませんでした。いやそうなんですね、今のこのところでこうやっぱり一歩っていうところが出ずにもう負けてしまうっていうところ、ちょっと残念ですね。エベツ丸勝ちました、3勝2敗です。白星先行、敗れて新仙台ですが初日から白星なしの5連敗となってしまいました。水戸戦場に太陽の秋田小町エンジェル、東方水戸戦場、東前頭12枚目、茨城県出身茨城部屋、西方太陽の秋田小町エンジェル、西前頭7枚目、秋田県出身ほぼピン部屋。
そう、水戸千葉です。背中がくるという背中の技が見られません今場所ですその前に勝負がついてしまいますね、回ってる途中にね。そうなんですよね。まあそれをせずとも2勝2敗ではありますが、新入幕ここから、まあ、この太陽の秋田小町エンジェルあたりはその背中に引き寄せられる可能性があります太陽の秋田小町エンジェル押し相撲ですが、初日からのこちらは4連敗と元気がありません。左は水戸千葉、右太陽の秋田小町エンジェル。制限時間いっぱいです。両者見合って今日脱ぐだい、ぶつかりました、組み合った脱ぐだい、脱ぐだい。ここで突き放していったら水戸千葉くるっとさあ回り出した、水戸千葉がさあサイドステップで寄っていく、脱ぐだい脱ぐだい脱ぐだい。これを避けるぞ秋田小町、さあ寄ってきた寄ってきた、背中で来た、背中でくっつきました。さあ押し込んでいく、後ろもたれの体勢、水戸千葉寄っていく寄っていく、水戸千葉の勝ち。ただいまの決まり手は後ろもたれ、後ろもたれで水戸千葉の勝ち。この幕の内でついに背中が寄ってきましたこの恐怖感たらないでしょうね。しかも秋田小町エンジェルみたいな小兵が、でかい背中が寄ってくるっていうのは非常に恐怖だったと思いますね、これね。たまらず避けることができませんでしたねそうですねやっとなんかこう、この彼の真の力というか、そこが発揮できたなっていう一番でしたねそうですね、相手をまあ後ろを向かせるまではしませんでしたが得意な技が出ました。勝った水戸戦場、白星先行3勝2敗、敗れて太陽の秋田小町エンジェルですが、なんと5連敗で負け越しです。北陸越前丸にワンパック、東方北陸越前丸、西前頭8枚目、福井県出身ほぼピンベア、西方ワンパク、西前頭6枚目、札幌出身南急ベア。なお先ほどの、敗れた太陽の秋田小町エンジェルなんですが、はい、先場所から通じて8連敗です。ちょっと心配ですね。ちょっとまあ力強さっていうね、彼の相撲もちょっと影を潜めてる状態ですので、このままだと危ないですね。ただの小兵で力のない小兵になってしまうっていうところは避けたいですね。そうですね焼き目にもさんから背中くっついてる、くっついてるあそこがね、こう相手も背中向いたらもう完璧ですねそうですね、完成体ですね、完成体になりますねさあ心配なのはワンパクです。1勝3敗、ワンパクですけど33歳ですから、引退ルールというのもあって5連敗すると引退というルールがあります。休場はすでに一度しておりますですので、もう休場できませんからね。ここで勝たないとちょっと大変なことに6日目の土俵はなってきます。もうすでにざわつき始めている状況で、周りがね、元大関ワンパク、右ワンパク浴びせていけるか。左は北陸越前丸、こちらは1勝3敗です。距離を取ればというところ、過去対戦2対2同点です。5度目の対戦、制限時間いっぱいです。よっしゃ見合って、今日脱ぐだい、ぶつかりました、距離を取った、越前丸叩いた、北陸越前丸、北陸越前丸の勝ち。ワンパクが4連敗です。ただいまの決まり手は叩き込み、叩き込んで北陸越前丸の勝ち。後がなくなりました、ワンパク。いやー、これを懸念してたんですよね。やっぱり今日の北陸越前丸みたいな歴史には、まあ浴びせで距離を取られたらちょっとこう引かれてしまうっていうのがあるのでね。だからワンパクとしてもちょっとやっぱり浴びせ、得意の浴びせっていうところに勢いがないというか、思い切りがないんですよね。初日はいい相撲だったんですが、2日目以降4連敗でついに後がなくなりました。5連敗で引退という厳しいルールがあります、この牛乳パックで紙相撲会ですから。もう休場はできません、32歳以上の力士のルールです。6日目はかなり報道陣も引き連れての土俵となってしまいそうなワンパクです、なお勝った北陸越前丸は2勝3敗としています。心臓人間札幌に顎へ別、東方心臓人間札幌、東前頭6枚目、札幌市出身タクベヤ、西方顎へ別、西前頭9枚目、えべつ市出身のっぽろベヤ。
何かまだわんぱくの件でざわついてる感はありますが、いやここに来てわんぱく引退っていうのはちょっと見たくないですね。そうですね、生放送をご覧の方はこのあと6日目の取り組みが夕方まだありますからね、はい、ちょっとこれはどんな状況になるのかっていう、このところ引退力士っていうのが、まあ、トーナメント以外ではありませんでしたからね、はい、という感じがいたしますが、さあ土俵上は心臓人間札幌1勝3敗、右あごえ別は2勝2敗です。浴びせていけるかあごえ別、自己最高位の心臓人間札幌はすくい投げなどもあります。引き技はもちろんあります。制限時間いっぱいです。両者もやっていきゃい、投げないぶつかりました、投げない、さあ投げ打っていくか、いや浴びせたあごえ別、あごえ別の体勢です、引きつけていった、寄っていくあごえ別、あごえ別の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出してあごえ別の勝ち。これはうまく考えました、あごえ別。そうですね、まあ、最近の力士の中でのこう浴びせ力士の中で流行っているこう浴びせからの押しっていうところが、まあごえ別もちょっといけてますねこれね。あごえ別勝って3勝2敗白星先行、敗れて心臓人間札幌1勝4敗となっています。しのろの星に藤の牛島、東方しのろの星、東前頭5枚目札幌出身しのろ部屋、西方藤の牛島、東前頭10枚目埼玉県出身ほぼピン部屋。さあ全勝の力士登場、藤の牛島、しのろの星も3勝1敗です。今場所大関陣が軒並み敗れて、すでに2敗となっている力士が多いですから、その点全勝のあたり、この藤の牛島あたりはチャンスが出てきます。そうですね、今場所に関しては本当にまあ調子よく技も決まってますし、まあ相手が結構まあね、まあ自分の得意としているような相手、まあ割のところがまあいい部分もあるかもしれないんですけれども、こういったところでね、まあ今日は篠の星ということで、まあ負けてる相手はありますけれども、ちょっと勢いに乗っていきたいところですね。前回対戦篠の星が勝っています。花を使った引き技を持っている篠の星です。浴びせていきたい藤の牛島、状態のいい両者の一番、制限時間いっぱいです。両者見合って脅威のぐらいぶつかりました、のぐらい組み合っています。押し込むのは藤の牛島、中に入った篠の星、さあ右の花輪です。さあ篠の星が押し込んでいく、浴びせていくな藤の牛島、引いていくな篠の星、押し込んでいってどうか際どい、篠の星、篠の星に軍配です。物いい、物いいです。勝負審判元横綱タッグ、篠の星に軍配でした。ただいまの競技についてご説明いたします。行司軍配は篠の星に上がりましたが、藤の牛島の枝手が先についており、軍配通り篠の星の勝ちであります。篠の星が勝ちました。右の枝がね先についてたんですよね、こっち側。そうですね、はい、向こう正面側ですね。やっぱりちょっと篠の星今調子いいですからね、まあ、あのインタビューも何回も受けてますし、ちょっと藤の牛島ちょっともったいなかったですねこれね。そうですね、勝てた相撲でありましたね、はい、ただいまの決まり手は叩き込み、叩き込んで篠の星の勝ち、叩き込みです。4勝1敗としました篠の星、敗れて藤の牛島4勝1敗と変わっています。東くんにハッピー新潟、東方東くん、東前頭4枚目札幌出身東くん部屋、西方ハッピー新潟、西前頭5枚目新潟県出身ほぼピン部屋。幕の内前半戦は最後の一番です。さあ東くん1勝3敗、ハッピー新潟2勝2敗です。両者押し相撲ですけど、東くんがこの対戦6対0とリードしています。ハッピー新潟はどうも勝てません。両者前に行きたいところです。東くんは潜り込む相撲ができる相手です。前半戦最後の一番、制限時間いっぱい、
よしみやって今日のぐねぶつかりました。さあ東くんが中に潜り込む。ハッピー新潟が突き放すか、今日は突き放すか。しかし寄っていくのは東くん。東くんが出ました。東くんの勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して東くんの勝ち。やや距離を取っての相撲でした。やっぱりこの2人で言うと東くんが押したハッピー新潟が引くっていうこの構図が出来上がっちゃってますね。7度目もそうですね、同じような相撲になりました。東くん勝って2勝3敗、敗れてハッピー新潟2勝3敗です。牛乳パックで神相撲実況中継、平成26年1月2月場所は中日5日目を迎えました。さあこの後いよいよ幕内後半戦でございます。今日の結びなんですが、横綱切りダンサー対備前焼の対戦が組まれております。先場所突き手という勝負結果で切りダンサーが勝っていますが、辛くも勝ったというそんな一番でした。ではここで前回対戦ご覧いただきましょう。先場所の相撲でした。浴びせていったキリダンサーですけど、キリダンサーの浴びせに備前焼が引いたんですよね。これはもう備前焼が勝ったかなと思ったんですが、結果的にはこれ右手がついていたという相撲でした。突き手という勝負結果ですから、横綱としてはもう全くもって油断できません。そうですね、だからこのようにキリダンサーの浴びせが行くのか、まあ備前焼が引き切れるのか、先に手ついちゃわないのかという勝負になりそうですね。その通りですね。タイムラインじゃエクシンさん、ありがとうございます。ああ、関東は雪ですか、ね、今日は全国的に寒くなっている、そういった立春の牛乳パックで神相撲実況中継です。さあ結び全勝を守って中日での勝ち越しなるか横綱です。今日の相手は備前焼となっています。どうぞ幕の内後半この後もお楽しみください。